皆さんこんにちは。生き物とものづくり系チャンネルの佐々木家の休日へようこそ。今回はトカゲのご飯用に育てているこの小さくて可愛いイモムシについて、爆速でブリブリに成長させるための究極の餌を探るべく検証してみました。餌の検証内容はこちら。ミルワームに決まった餌をたらふく食べさせて、一番早く大きくなる餌を検証する企画です。過去6回検証したところ、ふすまという小麦の表皮を餌にするのが最強という結論が出ていますが、今回はこのふすまにもっと栄養たっぷりな餌を混ぜると効果があるのか検証してみます。今回も4種類の餌で比較しましょう。1種類目の餌は6連覇王者のふすまです。ふすまは小麦の表皮のことで、小麦ブランとも呼ばれています。100g あたりの食物繊維はごぼうの7倍、お通じが良くなるのでダイエット食品として人気です。なぜかこの餌を与えると、ミルワームたちが爆速でモリモリ食べてぐんぐん成長していきます。あんまりにもよく食べるので、我が家には業務用の袋で常備するレベルです。2種類目の餌は金魚の餌です。金魚の餌の主な原材料は魚粉で、動物性タンパク質が豊富に含まれています。とある文献によると、ミルワームの成長には植物性の栄養足す動物性タンパク質が良いとされており、ふすまと魚粉を混ぜた飼料で飼育した結果、ふすまだけで育てたミルワームより魚粉を混ぜた方が生存率が増加する傾向にあるようです。金魚の餌はお手頃価格でどこでも買えるので、これが効果的ならコスパは最強レベルですね。3種類目の餌は全国のお子様に大人気、ネスレ社のミロです。ビールの原料にも使われている大麦を加工した飲料で、子供の成長に必要な鉄分やカルシウム等の栄養素を飲食取ることができます。育児界隈ではミロを毎日子供に飲ませて成長を促すミロ活なんていう言葉もあります。完全栄養食というわけではないので、あくまで普段の食事足す補助にミロという位置づけですが、もしミルワームの成長にも効果があるなら、ミルのミロ活って言葉を流行らせていきたいですね。最後の4種類目はウォンバルー社のインセクトブースターです。こちらは視聴者さんからリクエストされました。主な原材料は小麦ポラードという、先ほどのふすまにちょっと小麦粉を混ぜたものが使われています。牛乳由来の動物性タンパク質であるホエイプロテインも含まれている補助食品的な立ち位置で、ミルワームに餌として与える場合はふすまと1対1で配合することが推奨されているようです。なおこの餌はミルワーム自身の成長のためというよりは、この餌を食べたミルワームを食べるトカゲ向けの栄養補助食品の位置づけです。ミルワームの成長速度にも影響があるのかは全くの未知数なので、結果が楽しみですね。まずは今回の主役であるミルワームたちの準備です。我が家で繁殖しているストックから小さいミルワームを60匹ほど厳選しておきました。この子たちを仕分けするための容器を4箱作ります。1から4番までの容器に15匹ずつミルワームを分けていきます。市販のミルワームパックも用意しました。市販のパックに入っている子たちはやや成長していますが、サイズが揃っているので、最初に入れた小さいミルワームの選別の偏りをいい感じに平均的にしてくれます。4パターンの餌と各容器30匹のミルワームの準備ができました。餌皿に水分補給用の昆虫ゼリーを設置し、1ヶ月ほど様子を見てみましょう。検証開始から約1ヶ月が経過しました。脱皮した抜け殻がいっぱい落ちているので成長が期待できそうです。早速取り出していきましょう。すべてのミルワームを取り出し終わりました。どの容器で育った子もブリブリでとても美味しそうです。早速、1番のふすまだけで育った子たちから観察してみます。パッと見比較的小さい個体が3匹ほど確認できますが、あとはいい感じに育っています。一番大きい子で約 26mm、 小さい子で約 18mm でした。見た目の色つやも普通で1匹も落ちていないことからも安定感のある結果ですね。2番目のふすまと金魚の餌の組み合わせはどうでしょうか。見た感じ小さい個体は3から4匹ほどで、他に目立って大きい子も小さい子もいない印象です。一番大きい子で約 25mm、 小さい子で約 14mm でした。ふすまだけで育てた子たちよりほんの少し小さい結果ですが、極端に差があるわけではないですね。こちらも30匹全員の生存が確認できていて、健康に育っているようです。3番目のふすまとミロも確認してみます。こちらもパッと見て小さい個体は3匹ほど、前の2パターンと同じぐらいの数です。1ヶ月の間ずっと空気に触れていたからか、ミロが湿気でパリパリになっています。すー、はぁ、あぁ、ふっさ。例えるなら洗っていない犬にレモンを絞ったような謎の酸味漂う悪臭です。これは定期的に嗅ぎたくなる系の匂いですね。小瓶に入れて保存しておきましょう。話を戻して、一番大きい子は約 26mm、 小さい子で約 17mm でした。こちらも全員生存していて、色艶や大きさも明確な差は確認できません。最後の4番目、インセクトブースターも確認してみましょう。パッと見て小ぶりなのは3匹、こちらも全員生存しています。サイズ感は一番大きい子で約 27mm、 小さい子で約 15mm でした。
他の3パターンと比べても可もなく不可もない感じですね。検証結果をまとめるとこんな感じ。結論としては、ふすまをベースとしてどの餌を混ぜても成長速度に大きな差は確認できませんでした。ここから個別のパターンで解説します。パターン2のふすまと金魚の餌の組み合わせはわずかに小さい個体が多いような傾向が見られます。これは金魚の餌やキャットフードだけで検証した時と同様の結果で、どうも動物性タンパク質が含まれることで成長にムラが出てくるみたいです。はっきりとした原因はわからないので推測になってしまいますが、例えば動物性タンパク質を消化するのに時間のかかる個体がいたりするのかもしれません。もしこれが体内の酵素に関係があるようなら、金魚の餌でも成長が早い個体を選別交配して道も草も関係なくどんどん食べて消化しぐんぐん育つスーパーミルワームを創出できるかも。パターン3のミロとパターン4のインセクトブースターに関して、どちらも栄養補助という位置づけの製品なのである程度予想はしていましたが、ミルワームの成長を促進させるといった明確な効果は確認できませんでした。なのでミルワームを育てるための餌というより、トカゲたちに与える前に食べさせておいて、それをトカゲが食べて胃の中の栄養も与えるといった本来の使い道がベストでしょう。ちなみにミロの原材料にはココアパウダーが含まれているので、少量とはいえミロで育てたミルワームをすぐにトカゲに与えるのは避けた方が良いです。といった感じで、今回はミルワームにふすまをベースにしたブレンド餌を与えることで爆速でブリブリに成長するのかどうかを検証してみました。結論、どの餌を混ぜても大差はなく、大きくするだけならふすまで十分育つといった結果でしたが、逆にそんなに大差がないならトカゲ用に混ぜ物を入れて栄養補助をする運用はありだと思います。もし次に検証するなら粉ミルクやベースフードなど人間用の完全栄養食なんかを試しても面白そうです。前回の検証動画から今回まで1年半空いているけど、次はいつやるの？まあそのうち。それまた1年ぐらい間が空くパターンじゃ。最後まで見てくれてありがとうございます。皆さんのいいねやコメントが毎回制作の励みになっています。このチャンネルでは今日のような動画を定期的に投稿していますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。